こんにちは。今回は立体的な花の編み方を紹介します。こちらの花は二重に長々編み5目の玉編みの花びらがついた立体的なお花です。裏はこのようになっています。編み図で編み方を説明します。全体の編み図はこちらになりますが、分かりづらいので分解して説明します。1段目は鎖編み5目の輪の作り目に細編みを12目編み入れます。そして2段目は1段目の細編みに1目置きに細編みを1目と細編み2目を編み入れて、筋編みで編みながら増やし目をします。そして3段目に長々編み5目の玉編みの花びらを6個作って、次の4段目に移ります。4段目はこの花びらは1つ置きにここで細編みを増やしましたので、その分3段目が6枚の花びらに対して、こちらは9枚の花びらをつけます。1つ置きに目を増やした分花びらも増えています。では最初にこの土台を1段目から編みます。今回使った毛糸はこの毛糸ですが、少し色が混ざっている毛糸ですので分かりづらいと思いますので、一色のこちらの糸で編み方を説明します。並太毛糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。鎖編みをここから5目編みます。5目の鎖編みができました。最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。輪の作り目ができました。糸端は一緒に編み込みます。1段目は鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを12目編み入れます。細編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目の細編みを編みました。最初の細編みの頭に引き抜き編みをして1段目ができました。次は2段目です。2段目を編み図で説明します。2段目は細編み1目と細編み2目を編み入れるのを1目置きに編みます。そしてこの横に線が入っているのは筋編みをする印ですので、2段目は細編みを筋編みをしながら編んでいきます。1段目の細編みの頭に細編みの筋編みを編みます。鎖編み1目を編んで、筋編みというのはこちら側の1本の鎖編みの片側を残していく編み方です。最初の細編みは全体にこの2本を拾いますが、今回は向こう側の1本だけを拾って細編みを編みます。次は隣の細編みの頭の向こう側1本だけを拾って細編みを2目に増やします。1目に2目の細編みを編み入れます。こちら側の1本を残すのは
最初の内側の花びらをこちら側の一本に編み込んでいくために、一本だけは手前に残したまま、向こう側の一本を拾って細編みを編みます。今、二目編み入れましたので、次は向こう側の細編みの一本を拾って細編みを一回編みます。次の細編みには、二目の細編みを編み入れます。これを繰り返します。こちら側に一本の筋を残しながら、向こう側の糸だけを拾って、一目と二目編み入れるを繰り返します。次は一目を編んで、次は向こう側の一本だけ拾って、二目の細編みです。これを繰り返して、一目おきに二目の増やし目をして、筋編みの細編みを編みます。二段目の細編みを、筋を残して編む筋編みをしました。最後のところです。一目おきに増やし目をして、最後のところは、最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをします。次の花びらをつけるのを編み図で説明します。今、ここまで筋編みで編んできて、ここで引き抜き編みをしました。次は花びらをつけます。鎖編み一目を編んで、細編みを編みます。次は鎖編み二目を編んで、隣の細編みの頭に、長々編み、5目の玉編みを編みます。玉編みを編んだら次は鎖編み3目を編んで、隣の細編みの頭に細編みを編みます。これが一つの花びらになります。これを6個つけます。ではここから鎖編みを一目編んだら、次は1段目の細編みの頭の筋編みをしたところに細編みを編みます。一旦こちら側に戻ります。最初の2段目の最初の細編みがこれですので、そのすぐ根元のこの1本を拾います。今鎖編み1目をした編んだら、1段目の細編みの頭の1本を拾ってここに細編みを1目編みます。次は鎖編み2目を編んだら次の隣のところです。この筋編みをしたここが1目ずつ筋編みの残っているところですから隣の細編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、隣の筋編みをした隣の細編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、次にもう一度針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、ここまででやめます。ここまでが未完成な長々編みになります。この未完成な長々編みを5目作って一つにまとめるのが長々編み5目の玉編みです。あと4回未完成な長々編みを編みます。針に2回糸を巻いて同じ細編みの頭に針を入れ糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、ここまでが未完成な長々編みです。2目できましたので、あと3回編みます。これで3目。
もう2本ですね。もう一度やり直します。これで3目です。2回糸を巻いて2本と引き抜いて、これで4目です。次が最後です。2本と引き抜いて、未完成な長々編みが5目できました。これを一度に引き抜いて、長々編み5目の玉編みができました。次は鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編んだら、隣のこの細編みです。隣の細編みの頭に細編みを編みます。これで長々編み5目の玉編みの花びらが一つできました。このように丸い形になります。次もここから同じように花びらを編みます。鎖編み2目を編んで、今編んだ隣の目に、ここです。この目に長々編み5目の玉編みを編みます。未完成な長々編みを5回編みます。1、2、3、4、5目の未完成な長々編みができました。これを一度に引き抜いて、長々編み5目の玉編みができました。次は鎖編みを3目編んで、隣の筋編みで残した細編みの頭に細編みを編みます。これで花びらが2つできました。同じようにあと4個の花びらをこの筋編みになっている細編みの頭を拾いながら編みます。花びらが6枚できました。最後の鎖編み3目を編んで、最初の花びらの細編みを編んだところです。最初の花びらの細編みを編んだところに引き抜き編みをして、3段目の6枚の花びらができました。次は4段目に移ります。4段目を編み図で説明します。今ここが引き抜き編みをしました。この3段目の6枚の花びらを編んで引き抜いたところがここです。次は4段目の花びらを編みます。4段目の花びらは、花びらの形は同じですので、一つ向こう側に移動します。今ここで1段目で編んだ細編みの頭に花びらを6枚編みました。次は2段目で編んだこの細編みの頭2本を拾いながら花びらを編みます。ここからこちら側の細編みに移動します。鎖編みを1目編んで、最初に1段目の花びらに移動したこの位置です。分かりますでしょうか。こことここが分かれていて、ここで花びらのところに移動しましたので、次の花びらはここに編みます。鎖編み1目を編んだら、2段目の細編みに
移動して細編みの頭に細編みを一目編みます。ここから花びらを編みます。花びらはこの花びらと同じ編み方です。鎖編みを二目編んだら、次は隣の細編みの頭を普通に拾ってください。長々編みを編みますから、細編みの頭に針を入れて未完成な長々編みを5目編みます。今度は筋編みの1本ではなく細編み全部を拾いますので編みやすくなります。5目の未完成な長々編みができました。これを一度に引き抜いて、次は鎖編みを3目です。次に編むのは隣の、今編んだここですが、隣の細編みに細編みを編みます。これで4段目の玉編みがこのような形になります。次はこの細編みに沿って花びらをつけていきます。鎖編み2目を編んだら、今編んだ細編みの隣の細編みに長々編み5目の玉編みを編みます。これで未完成な長々編みが5目できました。一度に引き抜いて、次は鎖編み3目を編んで隣の細編みに細編みを編みます。これで4段目の2つの花びらがつきました。この位置になります。これをあと7個の花びらをつけます。今この2つがつきましたから、1,2,3,4,5,6,7 つの花びらをつけます。4段目の8個の花びらがつきました。1,2,3,4,5,6,7,8 個の花びらがつきました。最後の9個目のところです。最後は分かりにくいですが、この位置になります。9個目は鎖編み2目を編んだら、隣の細編みに玉編みを編みます。長々編み5目の玉編みを編みます。未完成な長々編みを5目編んで、未完成な長々編みを5目編んで、これを一度に引き抜き、鎖編み3目を編んで、最後のところです。最後は最初に玉編みを作るために、ここから後ろの細編みに飛んだところです。この最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これでお花ができました。玉編みの形を整えてあげてください。編んだ時は綺麗な丸い形になっていないと思いますので、指を入れて形を整えてあげてください。
これで綺麗なお花になってきました。最後はとじ針で糸始末をします。ある程度の長さを残して糸を切り、とじ針に通して、今ここで引き抜き編みをしたところです。ここからすぐ後ろのところに糸を落としていきます。お花がこうなりますので、糸は目立ちませんので、きちんとしなくても糸が抜けないように、後ろの細編みのところを通して、これぐらい通せばもう大丈夫だと思いますので、ここで切ります。そしてこちらの糸は一周編み込んできてますので、ここで切ってしまいます。長々編み5目の玉編みのふっくらとした可愛いお花ができました。裏はこのような形です。もう少しきちんと整えてあげてください。長々編み5目の玉編みのお花を紹介しました。ふっくらとしたとても可愛いお花になります。